ばい、めっちゃ高いすごい飛ぶ、うわやばい、楽しい、楽しいな、チーズが、すごい美味しそう、うまっ、うん、美味しい。ポンポコマウンテンにやってきました。イエーイ、広報の中田さんです。よろしくお願いします。お願いします。ポンポコマウンテンっていうのはどんなところが特徴になってるんですかね。日本で一番大きいって言われてるポンポコマウンテンで、結構飛んでもらうと結構楽しいです、これやってみると。特徴はその大きさですね。なるほど、はい、結構広い、なんかこっから見るともう奥が見えないからどれぐらい広いのか分からないですね。そうですね、見当がつかないですね、はい、特別あの、はい、土日は大人の方飛べないんですけど、うん、あの平日なので皆さんも飛んでいただけるので、うん、平日は大人も OK、 お平日は大人も OK、 土日は逆にな, なるほど、なかなか楽しいと思うのでですね、まあ、ちょっとなんか気になることある？子供が結構多いんですかね。子供多いですね、もう子供ずっと飛び跳ねてますもういつまでやるのぐらいの飛び跳ねて、大人がいたみたいな大人が大人がね、はい、そう今日はね、はい、ちょっと一人で見ましょう、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで行ってきましょうか。行きましょう、ういこういうところでこの縁で靴を脱ぐっていうのもさ確かにあ、ねえねえ、先端のとこちょっと固めだからさ飛びやすい。一生は無理だわそりゃ一生やばい、楽しい、楽しいな。なんかさこの感覚はさここに来ないと無理じゃん。そうね、だからさちょっと今のうちに味わっとこう、ね、あ気持ちいい、何この飛び方え、なんか自撮りしない？いいよ。待って、やばい疲れた、やばいよ、見えな、見えない全然見えないけど、いや楽しかった、めっちゃ汗かいた、このたった数分で、ね、楽しかった、暑でも楽しかった本当に ね, ね、いやこれはね、子供に戻ったマジで、ね、わかる、最高、みんなも来てみてください、よかったらマジで本当、ね、子供の頃に戻りましょう、戻りましょうね、焼き鳥でしょ、ピザ、ピザ、そう、焼き鳥めっちゃ美味しそう、味噌、味噌だって辛味噌、美味しそう、めっちゃいい匂いする、ね、やばい ね、写真撮ろうよ、確かに撮んなきゃ、てかどうする、いっぱいでも、あ、いいね、いいね、待ってね、いいね、自撮りもしたい、いいよ、私持ち上げようかじゃん、確かに、すごい、OK、 ありがとう、ピザ入刀、やばいぞ、片面、これはやばい気しか見えん、やばい、耳がめっちゃ美味しそうだぞ、ね、OK、頑張れ、やばいやばいやばい、ね、やばい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 で、いやこれ二人で1枚ちょうどいいかもしれない、ちょっともうここがダメ、私も寝たかもしれないよマジ無理だった、全体重もね行くんだ、確かに気づらいな、お、うまいうまいうまい、よく頑張った、いっか、うん、よっしゃ、食べよう、もう無理、お腹空いた、お腹減ったもん、あーもういい感じ、あ、いいじゃんいいじゃん、おーすごい、チーズが、わーすごい、おいしそう、まずは普通にね、すごい伸びる、うん、あ、すごい、ちゃんと伸びる、うま、ん、っ、
チーズすごい量多い。ちょっと味噌もらおうかな。うん、しかもネギとの相性がめちゃくちゃいいよ。最高。口の中でピザとネギマが一緒に食べられるって最高じゃない。ネギマ確かに天才だね。味噌とチーズ、うん、うん、いただきます。これは日本人好きだよ。めっちゃ美味しい。やばい、やばい。すごいね、チーズの量ね。うまっ、うん、おいしい。鶏肉に味噌つけるわ、やばい。はい、ということで皆さん、森林公園花めぐりデジタル切符ぜひ購入してみてください。こちらの方にはですね、鉄道とバスと公園の入場券、うん、全部がセットになって割引されてるんです。なのでとってもお得で楽しめるので、ぜひ購入してみてください。池袋から森林公園まで1時間で来れるのめっちゃいいですよね。いい ね、うん、意外と近いしね、うんうんうん、すぐだしね、あっという間で、うん、アスレチックとかね、あの植物公園もあるので、皆さん楽しいのでぜひ来てください。